Traveler. Octopath Traveler. の良き日に成果のお導きがありますように。 挨拶なのに、いつもと違う感じがしますね。出発の日が近いからかな。ちょっと緊張しているのかも。リオンの？大丈夫。私のことは心配しないで。ちゃんと儀式を成し遂げるから。 20年前、父様も儀式をやり遂げたわ。娘の私が失敗するわけにはいかないもの。リアナは本当にすごいですね。え？ヨーセフ大司教様の娘としてずっと周囲から期待されています。 この前の信徒の皆さんへの講話も堂々としたものでしたし、今回の儀式だって一人で立派に果たそうとしています。そんなことはないわ。みんなのおかげよ。 講話だって、その内容をオフィリアが一緒に考えてくれたからできたことだし。あなたの力になれているなら嬉しいです。ありがとう、リアナ。さあ、オフィリア、礼拝堂に行きましょう。
二人ともここにいたのか。ヨーセフ大司教様。父様、何か用事？いやいや、気にせんでくれ。そのままお勤めを進めなさい。はい、わかりました。しかし、二人とも大きくなったな。オフィーリア、君が私のところに来てから。もうすぐ15年になります。15年か、大きくなるわけだ。孤児だった私を引き取って育ててくださった大司教様のおかげです。本当に感謝しています。改まる必要はない。これも聖なる日のお導きだ。オフィーリア、私も父様もあなたの家族よ。家族が一緒に過ごしてきただけなのに感謝するなんておかしいでしょ。リアナ、そうね、そうでしたね。父様だって教会では大司教様だけど、家ではのんきなおじさんですもの。のんきなおじさんとは手厳しいな。お勤めが忙しいのはわかるけど、家のことは全然やらないんだもの。少しは手伝ってほしいわ。やれやれ、こいつはかなわん。聖歌教会の大司教様も娘の前では肩なしですね。まったくだ。さて、リアナ、原初の洞窟へ行く準備は整ったのかな？はい、もちろんです。洞窟の最奥にある原初の炎。その炎から授かりし種火を携え、各地の教会の聖火を巡る。それが20年に一度行われる式年奉火の儀式だ。町から一歩外に出れば、そこには無法者や魔物が待ち受けている。各地の教会を巡る旅は危険を伴うものとなるだろう。だがお前ならやり遂げられる。皆もお前に期待しているぞ。
父様、私もその期待に応えたく思います。20年前に父様が式年効果の儀式をやり遂げたように。父様大丈夫ですか？大司教様。いや、心配ない。私もそろそろ年かな。そんな弱気なことをおっしゃらないでください。大司教様から教えていただきたいことはまだまだたくさんあるのですから。そうです、父様、オフィリアの言う通りです。だから今日はお勤めを休んでゆっくり体調を整えてください。教皇聖下には私たちからお伝えしておきますから。では二人の言葉に甘えるとしよう。今日の礼拝の準備は任せたよ。はい、大司教様。じゃあ私は父様を部屋までお連れするわ。はい、リアナ、こちらは任せてください。安心して。
そうですな。陛下の加護と祝福のあらんことを。お願いです。ありがとうございます。
はい。はじめまして。あの、あ、ありがとうございます。いえいえ。いえいえ。大司教様、落ち着いて、オフィーリア。ごめんなさい、リアナ。それで、大司教様の具合は？今は安静が必要です。どうかお騒ぎにならないよう。はい。リアナ。はい。式年報告、成果を。リアナ様、大丈夫ですか？私は大丈夫です。少し外の風に当たってきます。
常に振る舞っていたけれど。心配だわ。様子を見に行きましょう。これはこれは。あら。
リアナ、大丈夫？オフィリア。リアナ。どうしよう、オフィリア。父様が。ことを思うと心配で胸が張り裂けそう。でも私が取り乱してしまったらみんなを失望させてしまうから。もうすぐ式年放火の儀式に旅立たなければいけないのに。状態の父様を置いていくなんて。落ち着いて、リアナ。ね。外に出ないでいいの？
行くの？もう少し、あともう少しだから。ごめんなさい。はい。やりましょう。
どうも。
頑張ります。負けません。やらっ、行きましょう。さっ、行きましょう。やらっ、さっ、行きましょう。やらっ、行きましょう。頑張ります。頑張ります。それ、それでは
けません。聖火の加護に感謝します。これが
も得ません。それでは、えい、行きましょう。頑張ります。頑張ります。行きましょう。少しは成長できたでしょうか。頑張ります。はっ。
きましょう。では、行きます。傷を癒したまえ。それでは光、行きましょう。
頑張ります。行きましょう。それでは。では、行きます。やっ。それでは。これが オフィリア。実は。大司教様、すまない。あの、なんだね。お願いです。オフィリア。オフィリア。はい。オフィリア。
リアナ。でも。大きな怪我はしていないようだね。はい。ろくな準備もせずに洞窟に行ったのだろう。まったく無茶をしおって。申し訳ございません。オフィリア、お前は本当に優しい子だね。大司教様、原初の洞窟に行ったのは私とリアナのためだろう。お前が儀式を行うようになったことは、私から教皇陛下にお伝えしておこう。その心構えと手順はリアナに聞くように。時間は少ないが、お前なら大丈夫だろう。大司教様、優しさは聖火のようだ。そして本当に温かい。大司教様、私は私は君を引き取るときにある夢を見たのだ。夢ですか？ああ、君が聖火を携えてやってくる夢だ。今思えば、あれは予言だったのだな。リアナは本当によくできた娘だ。大司教の娘として期待に応え続けてきた。だがその期待に応えようと無理をしてしまうところがよくある。リアナには言っていないが、私はおそらくもう長くはない。大司教様。いや、自分の体のことだ。誰よりもよくわかっている。大司教様、リアナと二人仲良くな。お前たちはどちらも私の自慢の娘だ。大司教様。いえ、父様。ありがとう、オフィリア。それじゃあリアナ、行ってきます。
オフィリアも気をつけて。今日は父様の具合も良かったみたい。自分もオフィリアを見送るんだってずっと聞かないんですもの。だいぶ元気になられましたね。勝手をしてごめんなさい。今ならオフィリアの優しさがよくわかる。他の誰でもなくあなたが変わってくれた。こんなに嬉しいことはないわ。ありがとう、リアナ。セントブリッジ、ゴールドショー、そして最後にここ、フレームグレイス。それぞれの町の聖火に注ぎ火を行うのが式年奉火の儀式ですね。長い旅になるかもしれないけど、何かあればすぐに助けに戻りますから。ありがとう。オフィリアも気をつけて。まずはリバーランド地方にあるセントブリッジの町ですね。では行ってきます。聖火のお導きがありますように。聖火のお導きがありますように。